キュウリのピクルスピクルスは、酢漬けあるいは自然発酵によって作られる保存食。英語本来の発音は、ピクルの複数形である、ピクルズ。ガーキン歯切れの良い野菜類を、種子のスパイスを入れた酢に漬けたもの。ガーキン、キュウリ、玉ねぎ、カリフラワー、人参、トマト、ビーツ、インゲン、ピーマンなどを塩漬けの後、香辛料と共に酢漬けにすることで保存性を高め。 味に変化をつけたものである。前菜や肉料理、サンドイッチに添えたり、カレーソースの薬味や、みじん切りにして、マヨネーズに加え、食欲増進や味に変化をつけるために用いられる。ディルを加えたものは、ディルピクルスと呼ばれ、欧米人に好まれる。また、ビーツや赤キャベツのピクルスは、鮮やかな色になるので、前菜、サラダ、サンドイッチ、 ハンバーガーなどの添え物に効果的である。多くの国では、キュウリピクルスがガーキンスという商品名で流通している。アメリカ合衆国では、ハンバーガーやサンドイッチに多用され、ピクルスを具にしたサンドイッチが人気を博している。細かく刻んだものは、レリッシュと呼ばれ、ザワークラウトとともにホットドッグのトッピングとして使われる。オリーブの種を抜き、 赤ピーマンを詰めたピクルスはマティーニの必需品である。酸味を好む国民性ゆえにゆで卵のピクルスまで多様なピクルスが存在するが、モルトビネガーにリンゴやデイツで甘みを加えて野菜をつけたブランストンオリジナルピクルはイギリスの味と評される。アッチャールという独特のピクルスがあり、各種料理の付け合わせに用いられる。日本人がイメージする。 ピクルスに近いものとしては、ラッキョウ漬けや、紅生姜やぬか漬けなどが挙げられる。日本を代表する保存食である梅干しもピクルスの一種で、ある。AB 日本大百科全書。コトバンク。2020年3月23日閲覧。ガーキンス商品一覧ヘングステンベルグ。加工食品三菱食品。 www.mit-subishi-shokuhin.com2020 年3月23日閲覧アメリカにピクルスブーム到来ピクルスで挟むサンドイッチ登場ビズシズビズシーズビズシズアメリカ発ビジネスパーソンのための情報メディア2020年3月23日閲覧 400g ホットドッグレディッシュ商品 ハインツ日本株式会社業務用商品ホームページ www.hines.co.jp 2020年3月23日閲覧カクテルカクテルに添えられたオリーブその理由に納得カクテル .net 2020年3月23日閲覧マサラレディーイギリスの味覚に挑戦酸っぱ美味しいお土産参戦イギリス LINE ラ,ラベル JP 旅行ガイド2020年3月23日閲覧2種のアチャール www.sbfoods.co.jp2020 年3月23日閲覧ありがとうございます。